朝鮮へえ、変なことをする人間があるものだな。伊原山の城といえばお前、街道嵐の名うての強族、八衆の役人もよけて通るという恐ろしい使い手だって言うじゃないか。そうだよ、その伊原山の城に旗たし城をつけるというのは酔いならんことだ。たぶん、親の仇とかなんとかいう筋だろう。いや、親の仇に、 肌市長ということはない。これはやはり、泥棒仲間の縄張り争いだろう。なるほど。両国の橋爪は、ワふワという騒ぎ。黒山のような人だかりで、一時は往来にも差し支えるありさまです。見ると、西両国の橋爪、浜町菓子寄りの方へ、問題の考察が立っております。考察といったところで、 お神の金令やお触れを書いて山形に屋根をつけたのではありません。菓子折りの蓋が何かを青竹に打ち付けて人間の背丈ほどに立てた間に合わせの考察。それにうまいかまずいかちょっと見当のつかない。例えばよほどの濃筆家が主席を隠すために左手で書いたといったような不思議な書籍で、殻用の文字が三四行、したためてあります。 時代は申すまでもなく、徳川幕府も末期。仏上騒然たる時節ですから、皮肉で高虐な江戸っ子は、盛んに楽書を掲げて、時の幕政を揶揄したものです。楽書には、半紙半枚に、物は厚け、教区、教科、謎など,などをしたためたのから、念の言ったのは、教則の合わない唐歌や、堂々たる論文などを書いたのがあります。 菓子折りの蓋に青竹の絵もよくある形ですから、最初はみんな、例の爆星を嘲ざける楽書かと思いましたが、読んでみると大違い、無名の老子何がしが、胸族、伊原山之城に、節縁の果たし合いを挑む、倫理たる果たし状ですから、騒ぎはますます大きくなるばかりです。すみませんが、旦那何度ちょっくら、 あれを読んでおくんなさいまし。もっともらしい武士の前に、首筋の汗を拭きながら、小腰をかがめたのは、修郎、誤いな牢屋。へっへっへへ。などと、念入りに、追唱笑,笑いを添えて、相手の顔を見上げます。お前に、あれが読めないのかへ、ええ、開き直ってそうおっしゃられると、面目次第もございませんが、かの文字ならともかく、 あんな、噛みしもを着た文字は、生まれつき苦手なんで。へえ。さてさて、情けない人間もあるものだな。あれが読めないのか。武士はそのまま、すっと言ってしまいます。あ、もしもし、そんな白状なことを言わずに、ちょっと読んでおくんなさい。あ、ああとうとう一っちまやがった。こうまんなツらしやがって、てめえにもこれが読めねえんだから。 寒いようれ。おお、これこれ。何をそんなに怒っていなさるんだ。こって、牢屋の肩を叩いたのは、お人柄な、じっとく姿のご隠居です。へえ、あの賛否名。考察を読んでくださいって言うと、てめえにあれが読めねえのか。やれやれ、情けねえ野郎だって。ちくしょうめ。これくらいのものを読めなくてどうするんだい。読めねえんじゃねえ。目が悪くて見えねえんだ。 そんなに汚っちゃいけない。私が代わって読んであげよう。ええどんなことが書いてありますんでやはりその当人のド,ドイツのような。そんな気楽なものじゃない。これは井原山之城という人につけた旗たし帳だな。書いた人は篠原とだけで名前はわからない。聞いているうちに、古海な牢屋はさっと顔色を変えました。そりゃへん。 お前さんは、やはり、かかり合いでもあるのかいそんな気楽なんじゃねえ。ろくに礼も言わず、さっと人ごみの中に隠れてしまいました。もうすまでもなく、これは鳥刺しごんた。親分の大事、ご中心、ご中心、と、隠れがさして、すっ飛ばしたのでしょう。まもなく、ええ、やるな、やるな。どいたどいた。と、駆けつけた町役人。 こんなものをさらしておくと、町奉行所からどんな小言が来るかもわかりません。蟻のように寄ってくる矢次馬を追っ払って、考察を引っこ抜きます。二。ごめんね。放かぶりのまま、講師堂へ原稿を持っていくと。はい、どなた響きの音に応ずるよう。 爽やかに答えて、入り口の障子を引き上げたのは、立ち見のままのおらんの姿です。誰兄を久しぶりだな。あれ、お前は鳥刺しの。へっへ、よくご存知で、ね、ゴンタというケチな野郎さ。早くも驚きを仕掛し,して、こんなふてぶてしいことを言いながら、格子のそばへ寄ってまいります。なんと、 用事があるのかい。どうせまた因縁をつけに来たんだろうおらんも今は驚いてばかりはおられません。この厄介な訪問者に弱みを見せずと、押し出されたように夕暮れの障子の外へ輝くばかりの全身をわします。相変わらず、きれいなおった。姉子、罪が深いぜ。何を言うのさ。からかいに来たんならお門が違うだろう さっさと帰らないと、水をぶっかけるよ。へっへん。その、てっかなところが、たまのねえとよ。だがねえ、姉子。今日はいつかのように、エズメントリじゃねね。この家に、篠原求ってお侍がいるだろう。その人に用事があって。おっと、隠ここしちゃいけねえ。その、篠原求ってお侍へ、親分から返事を持ってきたんだ。 余計な再構せずに、これを、お目にかけていくんでい。ヤズオを水落ちへ滑らして、腹巻きの中から取り出した一通。宛名を返して、おらんの方へ差し出します。なんだえ、これは。ごんの通り、左法事のはたしうだ。こつややらし下から来た色踏みじゃあね。つまらない冗談をするじゃないか。なんだってこんな。返してみると、 墨黒黒と、伊原山の丞の五文字。おらんはぎょっとしましたが、元よりこのままに捨ておくべきではありません。篠原様に果たし状をつけるなんて、なんというわからないぬすっとだろう。ぬすっとだって嫌いやがったのそれに違いはないじゃないか。ぬすっとで悪かったら泥棒よ。お前はその上にコニカドつくんだろう。なんだと そこで口を開いて待っておいで。篠原様にお目にかけて、しばらく腹ごなしに笑ってくるから。言ったな、畜生鳥刺しゴンタ、葛藤しましたが、勢い込む花の先へ、障子がしらじらと締め切られて、共演なおらんの釣りがだけが、ほんのり夕闇に残ります。ゴンタほどの古妻者も、この女の口にはどうも叶いません。 抜けるほど綺麗なくせに、やつぎばえに毒を浴びせられるのですから、つい美食に見とれていると、ひどい目にあわされます。何伊の山の上の果たしどれどれ、店奥といったところで、あさまな尺や、求めの声が格子にかじりついて、目を向いているゴンタには、手り取るように聞こえます。他のうどせ。 刀とノト、ワしもあった方がいい。大丈夫でございますか、モタメサ心配するな。この方から仕掛けたはたし合いだ。その返事の来るのを待っていたんだ。おいすがるオランを振り切るように所字を開けて、ゴンタの顔へ近々と立ったのは、セキの剣士、篠シ、シノハラモビューの間に、何やら期待が輝いて、思いのほかに、 さっそうたる男前です。求め様もうやがて、誰か帰りましょうせめてそれまで待って、田三郎さんでも連れて行ってくださいませんかいや。求めは、セッターを履いて、ゴン太を顎で促しながら、もう、格子の外に。九兵衛や田三郎を連れて行っては、帰って足手まといだ。心配することはない。 黄昏の空を振りあうぐように青白い顔を傾けてにっこりします。その終身な表に張り切る決意を女の手でどうして止められるものでしょう。おらんは障子にすがる手を滑らして寂しくその後ろ姿を見送ります。 浜町の往来へ出た篠原を求め珍しく両刀を束さんだセッタ脇左の拳をつ頭に添えてさあ使いの者案内しろへえと言ったがゴン太は大むくれです買いの者には添いないがこれども伊原山之丞の左の腕と言われた取り差しゴン太だ安く扱ってもらいたくねえ そうか。それは悪かったな。白原を求めは、にんがりともしません。ちょっぴり、担架を切っては見たものの、こう素直に謝られるとかえって不気味。先へ立って歩きながらも、後ろからバサリとやられそうで、首筋がむずむずして叶いません。お、達夫、酔いはいいかありか、いいだろう。 ょ町がしへ来ると、一層のしけが二人を待っております。うに行っているのは、放かぶりのがみだち、一層やよりきの佐いち一郎に、品川から借り立てられた、すりの達子という若いの。ごんたと顔を見合わせて、何やらうなずき合います。ん旦そ先は遠い。これへ乗っておくんなさい。そうか。岸から二三く飛んで、 道の前、ポンと立ちましたが、どんな呼吸があるものか、船はゆらりともしません。お兄貴、出せ。おっと、ガッ三好見押しかげんに、続いてゴンタも、ポイと飛び乗ります。船はそのまま、満潮の過信を滑るよう、兵隊を目当たに、下へ下へと、こぎ下ります。達子、お月様が出たね。 お、がるめえよ。真っ黒な本所のなみの上は、みるみる、ほんどり明るくなって、川の表は、きらりきらりと、銀歯を浮かべます。だんだ、いい花道だ。買っても出たい役だね。求めは、物も言いません。ゴンタの情絶をうるさそうに、月の出塩の美しさに、見入っている風情です。 なあ,あ、タツ。なんだい、兄貴。この辺りで、船がひっくり返ったら、どうなるものだろうね嫌なことを言うじゃないか。何嫌なことがあるものかどんな間違いかで、ひっくり返らないものとは限るめ求めを隔って、半分は、目顔の合図。よしにしゃがんだゴンタ、牢握ったタツ子を相手に、嫌に。 奥歯に物の挟まったようなことを言っております。船は永代を抜けて、築地菓子を右に、芝浦の方へ抜けようとしております。銅の間に腰を下ろして、夢心地に石川島の上に登った月を眺めていた求め、ゴン太の嫌がらせな話を聞いて、思わずぎょっとしました。内のとってはこんなガラクタ野郎。 二三足束,束になってきても驚きませんが、水の上で悪さをされては、さすがに少々痛み入ります。相手は四本とも水かきが揃っている上、なんとなく水の中の駆け引きには慣れている様子ですが、悲しいことに求めは腕が一本不足しております。その上、武芸百般と言いたいが、水蓮だけはあまり得手ではなく、すでに千年、 まだ腕が二本ある頃でさえお経を抱いてお化け屋敷の塩入りの池に飛び込み飛んだ深くを取った苦い経験があるくらい。からかい空にしろこの辺りで船をひっくり返されては全くやりきれたものではありません。どう突なんだい兄貴。嫌に味を持たせたもの言いようするじゃないか。ハキハキ言ってしまいねえな。 それが、その、はきはき言えねえことなんだ。なたつ。なんだよ。お前、泳ぎはうめえだろうな。今更そんなことを聞くやつがあるかい深川で生まれて品川で育ったんだ。魚よりはまずいかもしれないが、大概の人間には負けないつもりだよ。それはご気だ。どうだい看板あたりは、ちょっくら、おいでみたいような心地になりはしないか おうかにっちゃいけねえ。ぽかぽかするからって、こんな時、水の中へ入れるもんじゃねえ。うん。お前は、泳ぎはうめえかもしれねえが、血の巡りはめっぽう悪いようだな。じろりと、流し目に求めの顔。ゴンタの思惑は、わかりすぎるほどよくわかっております。ご、 やがて船は伊佐名あたりとおぼしき岸へ吸い寄せられるように近づきますそのころの芝浦は夜になると真っ黒な森と漁師の家ばかりろくな明かりもありませんが幸いの美しい月夜で素人の求めにもいくらか見当だけはつきますおうこれこれどこへ入るめったなところへ船を持っていっては困るぞ へっ、決して、間違いはございません。これが山の城の住み方というのか。へい。求めも、思わず目を見張りました。船をこぎ入れた場所というのは、いっそや求めが、お経を抱いて飛び込んだ、イスラグのお化け屋敷の池続き。あの難行苦行で海へくぐり抜けた、いかめしい水門の中だったのです。船がよると、 誰がどんな仕掛けで開けたものか、水門はギりッと上がって、方六尺ほどの真っ黒な口が開きます。立つは一切構わず、その中へまっすぐにこぎ入れようとする様子。求めはぎょっとして、一応咎めてみましたが、こう言い切られてしまっては、たとえ、それが大江山の山菜だろうが、毒蛇のアギトの上だろうが、 今更引き返せとは申されません。まして、危険な場所といったところで、たかが妖艶邪悪な陰楽の符です。山の城がここにいると聞いた以上、求め自身も引き返す気はなかったのです。背に回した刀を収めるのも忘れて、こごしをかがめたまま、船とともに水門をくぐると、 中はとろりと闇にどんだような潮入りの池。まっすぐにこぎ抜けてぴたりとつけたのは、いっそや求めがお京と一緒に逃げまどった広い濡れ縁の下です。月の光に見ると、縁の下にははしごをかけ流して、船を横付けにすれば、いつでもそのまま登れるようになっております。牢を置いた立子。 はしごをたぐって、なおも船を寄せながら、はしごと一緒に、縁の先へ垂れている、一畳の綱に手をかけて、二つ三つ引くと、奥の方からは、けたたましい鈴の音、ヤイの建物に響いて、なんとなく、晴れがましく聞こえます。そう、親分の住まいへ着きました。そのはしごから、上へ登ってください。タ子は、 もうすっかり強くなって、どうだ、驚いたか、といった顔に求めを見上げます。求めの驚きは容易に収まりそうもありません。水門をくぐった時から大概肝を据えたとは言うものの、またあの容器ふんふんたる女ばかりの屋敷の中へ送り込まれることが、求めにとってはたまらない圧迫だったのです。 ためらうともなく、船の上に立って、はしごや、濡れんや、その先の雨戸屋を見つめていると、ふいに。本当にふいに。目の前のマイラドがさっと開いて、中は明かりの海。講師目を奪う、美女の一群れが、散ざめく巨章に盛りこぼれて、求めを迎えます。柴原様。まあ、求め様。 ようこそ。さあ、どうぞ。まごまごすれば、船の中から引き上げも金まじき様子。娘盛りの血の匂いが、ひといきれに蒸されて、なまめかしくも、池の表に、さっと流れいでます。四。それじゃあ、兄貴。お前は、一プロ浴びる気かい ようやく気のついた、達子。を、炉の手を休めて、求めの頭越しに、曰くありげなゴンタの顔を見つめます。当たり前よ。どうせ腕底じゃ叶わねえが。弱い虫には弱いなりに、針もあれば毒もある理屈だ。他にいればこそ、日本差しが大きな面をするだろうが。海の上へ来りゃ。なあ、達子。分かったかほりゃあ面白い。 少し息は悪くなるだろうが、水をくらばせて持っていった方がピンシャンしなくって、親分もとんだ喜ぶかもしれない。立つ。お前急に人間が利口になったぜ。話が分かったら、いい船の見とこじを切るんだ。合点だ。他のことは一つも自慢にならねえが、船を返すことならガキのうちから手に入ったものだ。 そりゃ動きだ。早速、取り掛かっておなおか。いいあんばいに、基地から遠くなったぜ。船を返すのは、路にコツがあるんだ。足と腰の調子に合わせて、肩ロに、四つ五つこぐと、わけはねえ。持ってくれ、運動しを締め直す。大丈夫だってことよ。ここは芝浦だ。お前の急所を狙うような、負荷もさめも言わしない。 白子へ泳ぎ着いたとき、手際が悪いじゃないか。何を言ってやるさあ、始めるぜ。よーし。こいつら、本当に船を返す気だから厄介。文太は船べりに手をかけて、立つ子はローを片押しに、二つ三つ揺さぶると、潮はもう船べりを越して、ざぶりと、求めの袴を濡らします。驚いたのは求め。 最初は筋の悪いいたずらかと思っておりましたが、二人の生きみが揃ってくると、どうも冗談では受け取れないものになってきます。えい、よさないか。思わず立ち上がりましたが、安定を失った船底は、かえって求めの足をさらって、船が帰る前に、海の中へ放り込まれそうです。たまりかねた求め、よろける体を、 わずかに立て直して、左の手に、ずらりと一刀。水は怖くないが、缶のせいで、時効外れの泳ぎは嫌いだ。よさないと、切って捨てるぞ。一刀は、立つ甲の鼻の先を冷たくなでて、ゴン太の額際に、ずいっと飲みます。お、危ねえ。その、ピカピカすんのは、缶のせいで。 どうも好きにななれねえ。しまいい。んでおくんなさいそう言いながらもゴン太のやつ船べりにつかまって揺すぶる手を少しも緩めませんバカよさないと本当に切るぞ本当に切られてたまるものじゃねえとっこい刃の下をかいくぐるように身を伏せて両足に力を入れると船はたちまち魂を吹き込まれたように縦横無尽に揺れて 傾くごとに船べには二度三度、したたかに塩を飲みます。えい、聞き分けのない。もう一度、求めの手の定胸が月にひらめいて曲線を描くと。おお<う>ゴンタの体はすっとんで、飛び魚のように水の上へ。もとより、生死のほどもわからず。さあ、悪さをすると、その方も許さんぞ。 振り返って、達公の鼻の先へ、ドキドキするのが、ずいと伸びます。おお、お助け。相棒を失って、めっきり弱くなった達公は、口ほどにもなく、刀の先に怯えきって、炉にすがりついたまま、一目散にこぎまくります。伊原山の城の住まいへ、まっすぐにこいで行け。変なところへ船を持っていくと許さんぞ。 まったく面喰らった辰子この調子ではメリケンまで橋気を持っていくかもわかりません篠原様これにてしばらくお待ちくださいませ奥の小部屋十分つやめかしい調度の中に求めを引き据えるように。 腰元たちは、バタバタと消えてしまいます。あ、これこれ、伊原山の丞はいかがいたした追っかけるように申しますが、若い腰元たちは耳にもかけず、笑いぞえめきながら、廊下をはるかに遠のきます。篠原様、ご心配なさいますな。伊原山の丞は、確かに、このお屋敷の中におります。と、 代わって入ってきたのは笹野幸之助です。タバコを茶器を揃え、白リンズの王座布団を勧めるなどして。しばらくとしまらしい。年頃ぶりを見せておりましたが、やがて燃え立つような真くの座布団を求めの席と相対して上座に置き、奥のからかみを押し開けて。どうぞこちら。へ。 四季際に、いともしとやかに手を使います。中からは、胸族、井原山之城が、懐出かなんかで出てくるのかと思うと大違い、絹すべりの音を爽やかに、ふんわりと、淡い光の中に浮いたのは、この館の女主、求めも、連兵官の猛者たちも、読者諸君も、素人として、 まだその名を知ることのできないあの美しさも打ち上がった高貴な女性の全身です。求めの方を見てにっこり。いや、笑ったのではないかもしれませんが、とにかく物言いたげにわずかに唇をほころばして雪を雲を踏むようにスラスラと求めの前に近づきます。地模様の 白の羽豚絵を重ねて、いつもの時下髪。ほのかに匂う、気かい眉のじ、黒曜石を散りばめたような瞳の清らかさ。それと対して、ここばかりは怪しくも陰と邪悪な艶を含む、唇のべにはどうしたことでしょう。この女主をめぐる者は、一つとして、 常気を一しないものがなく、一つとして矛盾でないものがありません。この女性の中には、好気と貴族と、美しさと魅力さと、神々しさと怪しさと、一見、言う思しそうもない不思議なものが、混然として、一種の魅惑をかもしているのです。まとめたのか。囁くように。 じっと見いられると、求めは不甲斐なくも、自分の神戸の垂れるのを、どうすることもできませんでした。女主はそのまま、シンクの人根に座って、斜めに求めを眺めながら。とうとう、帰ってきましたね。しみじみという言葉の裏に、勝ち誇る響きがあるのを、隠そうともしません。 それを聞くと求めの方にもとうとう帰らせられたという悔いにも似た不思議な心持ちがムラムラと動きます。が、今となってそれがどうなるものでしょう。相手の身分には求めがこうして人根の上に座ってじっとしていることを許さないものがあるでしょう。けれども人根を払って ご機嫌を伺う,う言葉を貫けるほど、求めは平らかな心持ちにはなっていません。早速ながら、伊原山の丞に合わせていただきたい。まあ、請求な。この、にんがりともしない求めの顔、鉄のマスクのような冷たい無表情な顔や、不愛想な厳しい言葉が、追悼と、 不安にならされて、かつて自分に反抗するものを持たなかった女性には、一種の悩ましい魅惑だったでしょう。そんなに急ぐものではありません、求め殿。年のめる女主の顔には、とけもいりそうな表情が動きます。老けゆくお化け屋敷は、神官として、しわぶき一つ聞こえません。この中には、 幾十人の美しい女性を蓄えているかわからないのですが、夜とともにふんふんたる容器が垂れ込めて、どこの隅にもそんな艶めかしいものがあろうとは思えないほどです。求めたのは、そんなに山の城と立ち会いたいと言われるのか命のやりとりがそんなに望ましいのかい伊山の城には、 恨みがあります。恨み恋にも増して、根強い恨みがあろうか。あれを生きおいては、武士が立ちませぬ。男というものは、不思議なものではないか。二人の思うこと、言うことは、次第にかけ離れていくばかりです。七。 それから、酒。笹の幸恵が加わって、お化け屋敷一流の円楽の夜は更けます。お過ごしなさいませ、篠原様。いや、酒を飲む前に、しなければならぬことがある。そうおっしゃらずに、篠原様。久しぶりではございませんか。幸恵の炎天活達な下に乗ると、大の男も、 どこまで転がされていくかわかりません。それとも雪絵は女子を上げてあでやかににっこり。魚がお気に召しませんか伊原山の将を魚に所望だとおっしゃるのでございましょうこの女の先き走る知恵はものすごいよ。求めはがく然とした心持ちで。 行方の顔を見つめます。伊原山ょう出してくださるかまあ、篠原様、お急ぎなさいますな。あの魚は、逃げも隠れもいたしません。池すの中に、おひれを伸ばして泳いでおりましょう。池すそれよりも、篠原様、昨年の秋、おうを連れて、 この屋敷を抜け出されてから、奥様のお嘆きは、どれほどだったとお思いになります。本当に、罪の深いお方ではございませんか。篠原様を、呼び戻すためなら、どんなことでもと、奥様はおっしゃいます。伊原山の城の首などは、物の数でもございません。えその頃の、天下を侵害さした、 共族、伊原山之城、虫けらほどにも思わぬ女同士の口ぶりには、篠原求めも、驚かずにはいられません。それがよりも美しい唇から、一番上等のアクセントを持って、いとも滑らかに出る言葉だけに、豪傑がった男たちのダボラとは、比較にならぬ真実性があります。伊原山之城は、 あれは、私の弟子でございますもの。私ににまれると、手も足も出ません。弟子何を教えられたまさか、剣術ではございません。あれはご存知の通り、篠原様とご同門で、なかなかよく使うと申しますが、それだけで足らずに、私の弟子になって、同術の方をいたしました。それはまた、変わったもの。 少しも変わってはおりません。芝居でいたす、煮付き男女、天竺特兵ジライアなどは、皆この術の一派を収めて、悪事に用いたものでございます。どうしてまた、さような危ないもを伊原山之城のような悪人に教えられた心得がたいことではないか。まさか、追いはぎ押し込みをするためとは存じません。 武術修行の心得のため立ってと申しますので、工房二術のうち、すぐ役に立ちそうな技を少しばかり教えました。それが災いの種となって、心技の良くない山之城は、協族とまで成り下がったのでございます。かねて、伊原山之城が不思議な術を使うということは聞いておりましたが、それが、 この女同士が教えた現実とは夢にも思いません。つまらないことをされたものではないか。あのようなものに現実を教えたために、どれだけ世間が迷惑をしたか知れない。つい求めは、この女の賢そうなのが苦々しくなります。そうおっしゃられると、私も立つせがございません。けれども、求め様 山の将も近頃は、処方で借り立てられて、街道筋にも、江戸の町にも住みかを失い、一番無事なこのお屋敷の中へ逃げ込んだのでございます。すぐにも、町奉行へ差し出そうかと思いましたが、それでは、私の名は糸もないといたしましても、奥様のお名前に関わります。幸い、篠原様と、 不思議なかかり合いになっていると受けたまわりましたので、山の丞に旗たしを書かせ、あなた様をここへお迎え申したようなわけでございます。果たして、何もかも、この女の引いた糸に乗って踊っているのでした。それで、申すまでもございません。篠原様に、あの山の丞を、 切っていいたただくためでございます。美しい冷たい顔。眉も動かさずに、こんなことを言う女同士を眺めて、求めはひんやりとした心持ちになりました。八。逃げよう逃げようと思いながら、 美しいあやかしの中に捕らえられて、ついさかずきを取ってしまった求めは、いつの間にやら二人の美女に挟まれて、当然とした心持ちになってしまいました。これはいかぬ。もう、おさめに願いたい。あれさ、篠原様のお方、そんな窮屈なことをおっしゃらずに、ゆるゆると、お過ごしなさいませ。わずか、 三つ四つ重ねた坂きが、こんなに神列に、五体へ回るものであろうか。いや、もう十分に、命ていたした。はろうとする肩肘が、つい滑って、左手は他愛もなく、亀のこのように、宙に泳ぎます。何の、そればかりの御主にお泳いになる、篠原様ではございません。あれ、もったいない、奥様が。 おしゃくをあそばすそうでございます。少しとろりとしたもとめ。顔を上げると、近々と白のをまとった騎女の顔。瞳の黒さと唇の赤さと恐ろしく効果的にして、妖精のようにすんなりと立っております。もとめ殿、山の城を切る前に、もう一本。 過ごしたがよかろう男の横へ、持たれるようにくず折れて、法令な顔をはすに、下からこう、見上げるのでした。その、伊原山の城に、会わせていただきたい。ご主はそれからでも、頂戴いたす。いつでもお合わせいたしましょう。それにしても、もう少し。いや、この上によってはならぬ。伊原山の城に会うまでは、 大事な体だ。何の篠原様。あなたのお腕前ならば、伊原山之丞ごときが三人来たところで、驚くことではございません。雪江は傍らから言葉を添えます。いや、それは以前のこと。今となっては。求めは、寂しく自分を顧みました。あのすごい技を持った右の手は切り落とされて、無残の切り株が、 朝ましく肩のあたりに突っ張ります。お腕を打たれたことも、陰ながら受けたまわっております。相手は横山とうみでも、何とした卑怯ななさり方でございましょう。笹の幸恵は何もかも尻抜いている様子。この女の天眼痛は今に始まったことではありませんが。 向こう島の深夜に起こった事件だけに、こうすらすらと言われると、薄気味悪くもなります。どうしてそれをほほ、<laughs> 私に知らないことがありましょうか。それにしても、山の城などを切るには、左手一本で、たくさんでございます。何ほどのことがございましょう少しばかりの現実は、 みんな師匠の私が封じておきます。あの、怪しい術さえなかったら、山之城も恐れるほどの相手ではない。そういった楽天的な心持ちに浸って、求めは、うつらうつらと、不思議な陶酔に落ちていきます。目の前には、赤い唇が二つ。 それが、四つの黒い瞳と応じて、変わる変わる動きます。美しい花びらのように。いや、恐ろしい毒虫のように。あれは、生きていても、液のない男でございます。存分に切ってやってくださいませ。真っ二つに、小気味よく。 求めは、夢心地に、刀を引き寄せました。伊原山の城より先に、この二匹の巨大な女郎くも、切らなければならぬ。そう思いながら、自分の心持ちが、弱くな、甘美な、陰闘な。酔いに落ちていくの、をどうすることもできません。奥様、眠りましたようでございます。とうとう。 それにしても、なんという立派な、とのごぶりではございましょう。雪えや、そっと、そっと。あれ、もったいない。奥様のお膝を枕に。構わないから、そっとしておいて。お前は一切のことを、山の城に、話しておやり。はいはい。試合は、明日の晩、中庭で。真剣でございましょうか。 言うまでもない。しない技は生ぬるくて見ていられない。はい半水半生の求めの耳には、この会話が外の世界のことのようにかすかに響きます。それにしても、頭わりの不思議なくやかさ。九。誰が 大きいの読んでこい。お前じゃ酒の相手にならない。みんな嫌がって参りません。お前は正直でいいの。しようことなしの苦笑い。伊原山の城は酒月を置いて、にやりとしました。いつもの武将酒屋少しくたびれた紋きを素肌に着て、一刀を引き寄せた大あぐらが、四方のちょうどの 女めかしく整ったのに対して、妙にそぐわない空気をかましております。そして。存分に大きい目を見開いて、怖いものとも思わぬ風情に、山路城の顔を見上げるのは、少女の薫。井原様のお相手は、子供に限るって申します。スケつケと言ってのけて、ケロリとしております。なんだと 誰がそんなこと言った、チビ。鉛筆を伸ばして、小娘の手を握ろうとすると、スルリと抜けて、遠くの方から。みんなそう言います。手を握ったり、抱きついたりするから。気味が悪いって。えい、子供のくせに、嫌なことを言うじゃないか。刀を杖に立ち上がろうとすると、あれ、怖い。廊下をバタバタバタ。またるさをなさる。 入れ替わって反対側の廊下から女同士の笹の行へ手に持った調子を袖で隠すように部屋の入り口から立ち見のままこうたしなみます「おねごかこれはいけない」「なんというもののおっしゃりようでしょうそんなゲスな口を聞くものではありません」「また叱られたかいやもうだらしがない」「そんな行儀の悪い人に」 お酒などを持ってきてあげるのではなかった。謝った謝った。まさに一言もないよ、雪江殿。どの。あねで悪ければ先生。わが君、女房殿。えどの。ほずもない。誰があなたの女房とやらになりました冗談もいい加減になさい。そう言ってみたまでのことだ。怒るな怒るな。だがな。俺にはどうも。 雪江殿が俺の女房だったような気がしてしようがない俺は夢子しろ。何をおっしゃる下ぎきの悪い目が覚めているといつでもこのとおりつんけんするが俺の夢の中の幸殿はそんな不愛想なものではないそれはそれは花も実もある素晴らしい女房ぶりだ見せたいな夢の話はそれくらいにして さあ、熱いところを召し上がれ。うえ、ありがたいな。お酌をしてくださる。若いのは一人も寄りつかないが、その代わり、こんな素晴らしい豊島が相手をしてくれるんだから、この屋敷は全く悪くないて。おっと、散ります散ります。それより、今晩は耳寄りの話を持ってきました。何 真面目業が変わって、伊原山之丞の戦議が、里みにでもなったというのが。そんな話ではない。あの旗たしをつけた篠原求が、戦国、この屋敷へ入りました。それはありがたい。久しぶりで、留院の下がるような相手にありついた。本当にやるおつもりやらなくてどうしよう。あの野郎には、少しばかり文句がある。 相手は強いのを承知でそれは承知だが右の手を切ったから今では大した相手ではない左手一本でもどうかしたら伊原山の城ごときが及ばないかもしれませんぞ何もう一度言ってみろ何遍でも言いましょう篠原求めは腕一本でも伊原山の城より強いかもしれませんと よし。ネ子までそんなことを言うくらいじゃ、世間の奴らは何と言ってるかわからない。今度は容赦をしないぞ。次第に激していく山の城を、雪恵は薄笑ったように見つめております。本当に、そんなことができるでしょうかできなくてどうしよう。私から教わった術を使ってごまかすのではありませんか何 死の原求めごときが相手に術の世話などになるものか。本当それは。本当とも腕と腕だ。きっと。年には及ぶだ。見くびってもらいたくない。それでは、明日の晩。この屋敷の中には、あの桜の木の下で真剣。雪への美しい唇が、 山の城の瓶にささやきます今日も日本晴れの神田一園に八五郎の景気のいい底辺が響きます「底辺だ底辺だ親分」よさねえが恥。底辺はおめえだけのもんじゃねえ近所の熊子だってたまには底辺を言いてえとよていうの俺も先輩特許だ気安く使ってほしかねえ 一ん久保様に怒られて来い。久保様、でっかく出すぎだいこしたら、お目見えいいかもいいか、素町人で通ってるよ。だな、ハチ。どうもよ、おんチャンネルでメンバーシップが始まったんだ。こいつは、底辺だろ底辺って言葉からは意味が取れたのかともかれ、案件ではないな。案件にはないけど、七味って男に頼まれた。 野村古道に山本周五郎、林父母に吉川英治。通常動画の先行配信からメンバー限定の動画まで毎週結構上げてる。割に人が集まらねえってんで嘆いてた。ちょっと待って。古道先生が関わってんのが。それは宣伝してあげねえよ。俺たちの生みの親だ。ちなみにメンバーシップでは広告なしの配信だそうです。 自作小説の朗読もやりてえそうで、執筆活動再開のためにも、皆さん、ふるってご参加ください。あいつは、自分の小説の宣伝が、チャンネル立ち上げの元だったもんな。うまく読めねえってんで、ずっと練習してたら、もう二年ばかり経ってた。こいつは、本末転倒だ。だかな野郎だ。ところで、おめえは入ってやったのかん く草の神子に会いに行かなくちゃ。八五郎、そくさとど間にて草履を履いております。あんな野郎だ。ですが、視聴者の皆さん、市中の野郎、助けると思って、一応、ご参加してやってください。親分。